ロアダラムサラの学校に来ました。一緒に皆さん一緒に事務所に行きましょう。はい、授業を受けてます。私たちも受けたら勉強できたかも。僕の携帯をさっき入れたんですか。ロアダラムサラの学校も、結構校舎が多くて大きいですね。大きいチェリンドルマさんです。あ、え、違うや、こっちはあれだ、あの文部省のあのウンガナさんの。で今、うん、A さんから山岳とか都内とか。あ、そうなの？今日そんな話をしてたよ。で一応ここはですね、チェリンドルマさんの こちらはあの古いロアダラムサラのホームだそうです。まあ、あの別棟式じゃなくて共同のですね、建物になってます。で古いので、作り替えるみたいな話です。アマラさん、アマラで、でここはアマラ、アマラで、ここが子供のベッドです。でホームの作りはですね、やはりみんな共通してますね。でも、具合が悪くて今日はお休みです。これは一人ずつロッカー、自分たちのロッカーが、ロッカーです、この子どもの個人用のボックスで、この中にそのスポンサーからもらったお土産なんかをしまっているんだそうですよ。その部屋の中でも、まあいろんなこうあの荷物とかその部屋の中でも入れる、このホーム何があったの？これが空いてる時間に子供たちが呼んだりしてます。やっぱりね、女の子の部屋の方がやっぱり全体的に整頓やなんか整理整頓がきちんとしていて、ここで本の中で一番あのナンバーワンの綺麗なここナンバーワンです。ああそうなんだ。あ、どうぞって、なんかどうぞって。ねえ、そうなんだ。メタ、やっぱりあのアマラが
綺麗好きな、あ、そうか、あの子供たちがですね、今校庭をまだ整理しているところなんですね。ジャンピング、オリンピックみたいにいろんなところでやるらしい。そのためにここはみんな準備してる。で、ここ中にもいろんなこう、あれある、四つの、本、その本の中でもいろんなこう、アムサラの図書館、今日学校の図書館、ラドワダアムサラの学校の図書室です。まあ結構で僕がお勉強する部屋でこの子たちはアートクラスの子です。新しい学校です。ここはですね、学校も新しくて、新しいシステムの学校で、ここはチベット語で授業を行います。で、その教え方は、椅子と教室、あの机ではなくて、こうやって、床に座布団を敷いて座って勉強するという形だそうです。くりくりで、そういうのもあるんだけど、ほとんど親から、まあ、金払ってここに入れてるのもあるんだけど、それで生活方法ありますよね、貧乏な、そういう子供たちにもここに入れて、それでここからまだスポンサーを探して、自分が選ぶんじゃなくて、振り分けられてここに来てる。ロワックスリーじゃなくて、ここにどうしてもって言って、イエスでも。授業面、多分いるんですか。他人と全然違うってことね。僕たち、これはまあ、シリギュアだ。シリマユで、シリギュア。ここは食堂です。みんなで食事をするというような形になってますね。